みなさんこんにちは。こんにちは。いってこっての森里エリカです。今日はこの練習部でお届けします。さあ今回は桜島湖フェリーターミナルにやってきました。ここでは SNS 映えするらしいあのカフェがあるらしいので、こっちこっち。最初のとこ。こうなったのね。私この新しくできてから来てないよ。来てないかな。向こうにある。ちょっと本当にこれフェリーターミナルの中にいるんだよね。バックが。甘いんですか？うん、めっちゃ美味しいこれ。へー。うんうん、このさらっとした食感がね、癖になりそう。へー、すごい。来ました、キンコーアンクリームソーダです。では、いただきたいと思います。海って感じの味です。すごい炭酸が効いてて、でアイスがよく甘くて美味しいです。ちょっと飲むので、じゃあじゃあなんの顔。美味しいですか？うんうん、いいね、その色がまたいいよね。うん、ほらちょうどフェリー出てったよ今。あ、バイバイ。ほら水しぶきが。あ、すごい。似てる似てる、色似てる。似てる似てる。私はまずこちら見て、綺麗な色。桜島といえば桜島古民館ですよね。そんな桜島古民館の皮を使用した桜島古民館緑茶いただきます。ほんのり古民館の香りがする。美味しい。あのちょっとだけ桜島古民館の苦みがあるんですけど、すっきりした味わいでめっちゃ美味しいです。暑い夏にはぴったりよ。鹿児島にはチャイッペっていう言葉があります。まあ、お茶を飲んで一息する時間になります。そしてですよ、これ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 、こちらが椿油を使ったシラッチャを練り込んだマフィンです。美味しそうね。ホイップクリームもついてます。うん、待って、めっちゃ美味しい。うんうん、ね、ほんのりあったかい。さっきまであのホットケースに入ってたからか、今焼きたてみたいな、あったかいでね、チランチャの香りバーってくる。めっちゃ美味しいこれ。この椿油を使うと味わいが優しくなりますし、本当に優しい味、スーッとね、あの体に溶け込んでくる。
めっちゃ美味しいです。お芋とアイスです。見せて見せて見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 て、すごくない？すごいよ。お芋と、うん、お芋チップかな。あ、本当だ。アイスが乗ってるんです。あ、美味しそう。だんだん溶けてるってことは、もしかしたら熱々なのかなっていう予想でいるんですけど、うんうん、ちょっといただいてみたいと思います。食べちゃいましょう。いただきます。はい、どっちか食べよう。アイスも悩む。アイスそれ2種類、2種類あるんですよ。え、こっちバニラかなと思うんですけど、もう一つ気になるね。ちょっと食べてみて、どっちも。いい、うんうん、まずはじゃあ左側の、はい、ちょっと黄色の、うん、黄身がかってますが、ね、姉さんの予想何味だと思う？私はレモンかなと思う。私それ桜島コミかなと思うね。そうか、これ答えまだ聞いてませんからね。聞いてませんね。ジャッジをお願いします。違います。どっちも。どっちも違う。違う。マンゴー。違う。違うか。え、何？いや、これそうか、そのまんまだと思って。え、どういうこと？あ、お芋です。お芋だ。あ、そうだそうだ、お芋だ。盲点だったわ。そう。あ、じゃあもうお芋づくしなのね。お芋づくしですね。芋芋芋芋ですね。で、その右側はバニラかな。バニラか。バニラ。バニラ。これはバニラだね。バニラです。うん。下にあるのがお芋。うん。思ってた通り、あったかいお芋です。うん。だからアイスが溶けてるとね。そう、熱々と冷たいのと補充がして、うん、素晴らしい組み合わせの芋づくしのアイスになっております。うん、あ、芋好きにはたまんないね。芋好きにはたまらないですね。え、そのさ、チップスもさ、はい、ディップするんじゃないの、アイスを。そうですよね。うん、ディップしちゃって。え、芋に芋がいいかな。はい、どうよどうよ。うん、すごい、こっちまでパリパリ聞こえてる。うんうんうん、塩味がかった芋に、うん、甘々のアイスの芋、うん、ね、マッチして、うん、なんかでも芋がね、遊んでる、うん、芋が遊んでる、一緒に融合して遊んでる、遊んでるの。おいしい。本当に美味しいスイーツとドリンクをね、いただきまして、もう心もね、お腹もいっぱいですね。いっぱいです。あの、先ほどちょっと椿油のお話を聞いたので、はい、さらに詳しく教えていただきたいです。桜島の椿油、こちら全国3位、第3位の鹿児島県です。で、特に特産されているのが桜島なんです。で、あまり皆さん知られていないんですけれども、この桜島の椿油は、あの、食用としても昔から使われておりまして、で、どうしても美容としての利用方法が多いので、私としては食の椿油にしていただきたくて、こういったお菓子をカフェで販売しております。美味しかったです。美味しい。次来たら他の味も試してみたいので、はい、これからも皆さんに知っていただけるような新 PR 頑張っていきます。よろしくお願いします。それでは最後に一言よろしくお願いします。美容にもぴったりの桜島の椿油をぜひ皆さん食べたりつけたりして使っていただけたらいいなと思っています。ぜひこちらにいらっしゃる方は、お試しください。お声掛けいただければ、私たちの方から詳しい説明もさせていただきます。はい、今回は桜島フェリーターミナルの中にあります、はい、港カフェさんからお送りしました。本当にありがとうございました。